こんにちは。カナダ在住の山田恒です。秘宝、バイデン政権さん、セクシー女優にいろいろとばらされるということで、話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、4月11日のとあるポッドキャストで、バイデン政権の代理仲介業者という名の、まあ、民主統計団体なのかな、えー、からのですね、政治的プロパガンダの依頼があったということが、とある人物から暴露されていますので、でこれが今かなり話題になりつつあるので、この件からまず話を始めまして、そこからちょっとね、どんどん膨らませていこうと思います。えっ、ー、と、 サブスタックっていうね、僕も使ってる、えー、ブログと、えー、メルマガを足し合わせたような便利なプラットフォームがあるんですが、あれってポッドキャストの機能も ついてるんですよね。で、僕もね、つい先日、ポッドキャスト始めまして、よかったら、あの、概要欄にリンク貼ってあるから聞いてねっていう話なんですが、あとの分析画面見ておく初めて知ったんですが、あの、Apple Podcast、僕 Apple 製品使わないんでわかんないんですが、なんかとりあえずそういう、なんか別のプラットフォームでもちゃんとダウンロードできるようにリンクされてるっぽくて、まあ、なので、えー、っと、ポッドキャスト普段から聞いてますっていう人はね、 えー、あポッドキャストってのはラジオみたいなやつね。えー、ラジオみたいなやつで、えっ、ー、と、山立つは多分出てこないかな。カナダ人ニュースで調べれば多分出てくると思うので、えっ、ー、と、よかったら調べてみてくださいという。まあ僕の宣伝は以上にしまして。とりあえずそのサブスタックプラスポッドキャストみたいな機能で、えっ、ー、と、配信されていたものが、えー、2週間ぐらいにちょっとタイムラグが空いたんですが、今かなり注目されているんですね、えー。これに出演していたのがファルハ・カリーディっていう、 あの、オンリーファンズっていうね、あの、海外で有名なポルノサイトがあるんですが、えー、あれで活躍されていらっしゃって、かつ、180万人以上の TikTok フォロワーを持つっていう、 まあ、日本語的に言うとセクシー系インフルエンサーっていうような人物ですね。えそんな人物が、えっ、ー、と、リチャード・花になっていう人のポッドキャストに出演しまして、そこでバイデン政権の第三者仲介業者から政治的プロパガンダになるような動画を作るように依頼を受けたということを明かしたんですね。で、 この政治的プロパガンダっていうのは、このカリーディさん本人が使っている言葉なので、正直あんまりよく思ってなかったんだろうなって見て思いました。はい。よく正直この方は存じ上げなかったので、いまいちその思想心情とかよくわかりませんが、あの、さっといろいろ調べてみて思ったのが、 多分どちらかというと真ん中よりもリベラル気質な考え方を持っているただその左右に飲み込まれている今のリベラル系の人ではなくてあのちゃんと自分を持っている芯がある人なのかなって見てて思いました というような人物が、あの、まあ、政治的プロパガンダ動画を作れって言われたんだっていうことをまず暴露してるんですね。で、それだけではなくて、えっ、ー、と、依頼を受けたことも明かすなというふうに言われたっていうね、それもまた暴露しておりまして、まあ、言うなら、あの、ステルスマーケット、略してステマってよく言われますが、ステマ依頼だったっていうことも暴露しているんですね。まあ、一応あちらさんのその言い分としては、 あの、一応これは広告ではない、建前だから、あの、我々からの依頼があったとか、お金を受け取ってやってるっていうことは言わないでね、というようなことを念押しされたっていうことなんですね。多分この辺がもう気持ち悪くて仕方がなかったのかなって思うんですが、まあ、とりあえずそういうふうに、あの、依頼を受けたことは隠せというふうに言われていたんですが、今回思いっきりばらされてるっていうね。はい。で、あの、バイデン政権じゃあ具体的に何言ってきたかって言ったら、あの、バイデン政権がですね、連邦最高裁判事にケタンジ・ブラウン・ジャクソンっていうね、あの、 黒人女性を指名したっていうことで、まあ、随分とその、ね、左側メディアとかが喜んでらっしゃいましたよね。であれに関してあなたも有色人種ですよねと有色人種としてその自分を反映しているかどうかを話してくださいみたいな依頼を受けたっていうことなんですねえただです、ねあのそのまあ、しゃ喋ってと言いつつそのやっぱりスクリプトというかあの台本が用意されていたと。 で、まあ、その時点でなんかイラってしたのだと思うんですが、それ以上に本人がなんだこれって思ったって言っているのが、あの、それ用意した台本っていうのが、結局白人女性が作った台本なんですね。で、なんで白人女性が作った台本で有色人種としてどう思うかみたいなことを言え,言えるのかということで、これは確かにそうなんですよね。その、左翼でね、よ、くその、マイノリティガーっていうふうに大騒ぎしているのって、あの、白人女性率でめっちゃ高いんですよね。で、まあ、それに関してもちょっと、 うん、多分イラッとしたんでしょうね。そのあたりのことも、ポッドキャストの中で普通に喋ってたしっていうことで、はい。ま、いろいろと、あの、ばらされちゃってんなっていう感じなんですが、今回のこの一件に関しては、まあ、実は去年の時点で、こういうことあるっていうのは分かってたんですよね。えっ、ー、と、2023年の4月の、まあ、動画でもこの時お話ししましたが、バイデン政権ってホワイトハウスにインフルエンサー専用の部屋を用意するってことを発表していまして、特にそれの管轄をするのが、あの、ロブ・フラハーティーっていう人だったんですね。で そのフラハーティーというのはバイデンの補佐官としてバイデン政権誕生直後からずっと動いていて最初はあのビッグテックにねその接種政策に反対するやつ徹底的に献閲しろよみたいなことで本当にヤクザレベルのとてつもない勢いの圧力かけまくってたのがフラハーティーなんですよそいつが次そのもう接種政策飽きた次はこのインフルエンサー,にえーを管轄する立場になったんですねでしかもそのの権限っていうのが あの、ホワイト、二日前の動画でホワイトハウスの中で内乱が起きたって話したじゃないですか。あの、報道官が辞めさせられようとしてたっていう話なんですが、あの、報道官ってそのホワイトハウスの中でいわゆる報道長官みたいな立場なんですよね。あれと同じ権限。 同じレベルの、えっ、ー、と、役職につけて、で、インフルエンサーを管轄させるみたいな感じで、めちゃくちゃ実は力入れてやってたんですが、多分その一環なのかなっていうふうに思います。で、もしこれで、えっ、ー、と、合意してくれたら、ホワイトハウスにも招待してどうのこうのみたいな話になってたのかもしれませんが、はい。まあ、なんでここまでそういうことをやるかって言ったら、え、これアクシオスがね、その当時に指摘していたのが、 例えば18歳から29歳、まあ、いわゆる Z 世代からミレニアル世代って言われるところですね、に関しては、2020年にバイデンにはプラス26ポイントで投票している、で中間選挙では民主党に共和党と比較してプラス28ポイントということで、まあ、かなりその評伝、重要なところなんですよね。ということで、その中でも特にインフルエンサー的立場を持っていて、かつなんか政治から程遠い感じもするじゃないですか。 っていうような人を使うことによって、さらに影響力を増していこうみたいなね、そういう魂胆があったんですが、今回それがばらされちゃったっていうね、はい。あの、まあ、どんまいとしか言いようがないんですが、そういうね、ことがございましたと。はい。で、えー、つい先日、2、3日、四、えー、4日前か、4日前なんですが、あの、ギャラップの世論調査結果がまた公開されまして、えー、バイデン政権の支持率、歴代最低更新しました、ついに。 えっと、2、3日前にですね、あの、ウィルの6月号が発刊になりまして、あの中で僕はあの、渡辺聡起先生とね、対談をしました。あの、よかったら皆さん読んでみてね。はい。で、あの、その中でね、えっ、ー、と、バイデン政権の支持率は、えっ、ー、と、カーター政権に次ぐ第2位の低さだっていうふうに僕は言っているんですが、えー、あの、 いや、やつの後に更新されたので、まあ、ちょっとそこだけご了承くださいねっていうことで、まあ、ついにバイデン政権の支持率、まあ、ようやくって思うかもしれませんが、歴代最低を更新したということですね。まあ、なので、余計焦っている。とにかくその評伝になるようなところを一つでも崩さないように、一生懸命になって、いろいろな工作活動をやってるということなんですが、 あの、ニューヨークポストはですね、こういう風うにいろいろやってるバイデン政権に対して、そのメディアとかセレブにディーセントみたいなことを言わせてるけれども、それからほど遠い人物であると。ディーセントっていうのは、あの、上品とか礼節とか社会規範みたいな、ま、いわゆる綺麗なものみたいなイメージの言葉なんですね。 いや、それとは真逆だろうと。バイデンという男はむしろ真逆に位置してるっていうことで、えっ、ー、と、2020年大統領選挙の直前にね、ジル・バイデンが使った表現でもね、このディーセン、あディセンシーかなん時は形容詞型でね、えー、で使っていたんですが、あの、まあ、正直皆さんご存知だと思いますが、まあ、バイデンがこの約3年半でやってきたことであるとか、 あと数十年前からね、えー、の動きとかを見ても、ニューヨークポストの指摘する通り、ほど遠い人物だっていうことがわかると思います。え、この記事、あの、読んだ人も、もしかしたらいるかもしれません。16の具体例を挙げているんですが、ちょっと全部は長いので、16のうち10個だけ紹介しておきたいと思うんですが、例えばバイデン政権がやったことの一つ目、え、まあ、バイデンがやってきたことって言った方がいいかな。え、まずは何と言ってもバイデンファミリーの汚れた海外ビジネスですよね。 ま、これはもうね、バイデンが副大統領になった直後から始まっているような話ですから、まあ、何十年前の話になってくるんですが、まあ、あの時点でどこがその礼儀正しいんだみたいな話ですよね。で、あとは1000万人超える不法入国者ガバガバ受け入れてアメリカぶっ壊してますし、あとホワイトハウスにね、あのトランスジェンダーのインフルエンサーさんを呼びまして、上半身裸にしてその胸をボロンボロン出してるところの、えー、なんかね、動画が出てきたりとか、確かのプライドパレードでどうのこうのみたいなそういうところだったかな。 どこが、ね、上品なんだって話ですよねあとバイデン自身があらゆる子供とか女性にそのイベントごとで近づいた時にふ触りまくるっていう表現じゃおお収まらないですよねなんかねえー、と吸い取ろうとしてるみたいな感じのことやってますよね。 ね、あとは、あの、上院議員時代にね、性的暴行疑惑ありますよね。タラリードっていう人なんですが、これね、あの、特に左側メディアなんかはそうなんですが、そのタラリードさんって今命の危険感じてロシアに亡命してるんですよね。で、それをもって、ほら見ろ、ロシアの工作じゃねえかみたいなよくわからんこと言う人いるんですが、あの、ただね、この、バイデンが上院議員時代でタラリードさんが被害を受けたって言っているのと全く同じタイミングで、当時の有名な、えっ、ー、と、ラジオだか、なんかのテレビ番組で、 あの、リードさんのお母さんが相談してたんですよね、実はね。で、その映像とかもしっかり残ってるので、あの、そういう観点から言って、あの、信憑性は非常に高いかなって僕は思います。はい。で、あとは、あの、ホワイトハウスでコカイン見つかって大騒ぎとか去年あったじゃないですか。で、あとは、これいつでしたっけ去年の終わりかななんか上院議会の、え、その委員会室で、えー、民主党の上院議員のスタッフさんが、そこの委員会室借り切って、 で、えー、まぁ、あ、ゲイセックスをされていたと。ね。え、動画ね、いろいろ X 上で公開されていまして、見た人をね、覚えてると思いますが、なんかあの、ね、ねちゃねちゃというか、ピチャピチャっていうすっげえ生々しい音を響かせてね、この気持ち悪い動画なんですが、まあ、そういうものとかやっててどこが上品なんだって話ですし、あと、ネイビーちゃんね、あの、バイデンのド変態息子のハンターっているじゃないですか、ハンターがとある、 えっと、アーカンソン州に住むですね、ストリッパーの人との間に設けた、えー、女の子がいるんですが、まあ、ハンター認めてなかったんですよね。で、裁判所命令で DNA 検査した結果、えー、ハンターが父親であるってことは確定したんですが、バイデンは未だに孫として認めていない。ホワイトハウスでイベントやるときも呼ばないし、えー、その孫の数とかのね、数言う時とか名前読み上げる時も一切入れないし、呼ばない。 というようなことで、まあ、人間としてクズって言った方がいいかもしれませんが、そういうことがあったりとか、あと、ロバート F ・ケネディ・ジュニアにシークレットサービスの警を未だにつけませんよね。で、多分ね、日本語メディアで報道を見たこともある人いるかもしれませんが、あの、ケネディ・ファミリーって、つい先日、バイデンの支持声明出したんですよね。で、一緒に、あの、イベントにも出たんですよね。ただ、あれ、あの、ケネディ・ジュニアのことを本当に心底嫌ってるっていうわけじゃなくて、その後報じられたのが、あの時に、その、ケネディ・ からバイデンに直接頼むからケネディジュニアにシークレットサービスの敬語をつけてくれというふうに嘆願があったっていうことなんですねまあ、なんでそれと引き換えに支持声明出してあげるみたいな感じだったのかなって見てて思ったんですがはい、まあ、そういうあのー ね、表面上は、ね、すごいバチバチにやり合ってますけど、あのーまあ、家族愛みたいなものも、ね、あるんだなって思いました、はい、という、まあ、話はちょっと横に置いておきましてあとは、まあ、なんといってもアフガニスタンの配送ですよね13人の米兵の命がな、ね、くなってでそのアフガンでバイデンのせいで命を落とした13人の米兵の、まあ、イベントお別れ会みたいなのにバイデン出席したんですがその時に時計見まくるっていうめっちゃ失礼なことやってたんですよね。 みたいな感じで、もうどこが上品だみたいなね、そういう人間なんですが、え今回ニューヨークポストが一つ言っているのが、バイデンに投票したいのであれば好きにすればいいと。ただし、その投票がディーセンシー、その上品さとかそういうもののためだっていうふりはしないでいただきたいというようなことでもその通りですよね。あと僕もう一個言いたいのが、トランプは民主主義の脅威だっていう意味不明な言葉、あれに関してもちゃんと考えてほしいなって思います。本当の脅威はどっちなんだって話ですし、そもそもその、 脅威であって大騒ぎされていらっしゃる方々に言いたいのが民主主義って何ですかっていう話なんですよね。多分、あの、何の答えも返ってこないと思うんですが、まあ、そんな感じでね、えー、っと、まあ、歴代過去最悪の支持率を達成したバイデン政権は、あの、こういう感じでお下品な政界ですよねっていう話なんですが、はい、ちょっと話だいぶ脱線したので本筋に戻したいと思いますが、その今回ね、あの、まあ、政府なりまた民主党団体が金を出して、世論誘導のための工作活動をやってたって話が出てきたわけなんですが、これアメリカだけじゃないんです ですよね例えば僕の住んでるカナダカナダは、えー、とこれ昨年12月に話題になっていたんですが2021年5月以降に少なくとも68万2000ドル今の日本円で言うと8000万円ぐらいかなをあのインフルエンサーさんたちに支払ってで接種推奨をしていたと。 で、えっ、ー、と、フィットネス系インフルエンサー、旅行系インフルエンサー、家族ほのぼの系インフルエンサーから、えー、ドラッグクイーン系インフルエンサーということで、 ま、本当に幅広い層のインフルエンサーに金を払って、で、接種推奨の活動をさせていたと、具体的にこいつがやってたみたいなの分かったりとかしてるんですが、あの、それ見てみると、なんか、え、その接種を進めるような T シャツ着てなんかやってるとかね、そういうようなこととかも分かってきております。はい。まあ、てうのはカナダの話で、日本もね、え、ちょっと前にあの、 えっと、ポッドキャストでお話ししたので覚えてる方もいるかもしれませんが、日本政府も2021年の2月から2024年3月まで、少なくとも3億7000万円を接種推奨というか、まあ、強制をするための広告宣伝とか、その、誤情報を取り締まるための監視体制とかね、そういうものに使ってたってことは分かってるんですよね。で、えっ、ー、と、具体的なね、その、どうやって、どういう指示を出して、 えっと、まあ、そういうことをやってたのかとか、どういう結果が出られ、出たのかとかいう報告書これ税金ですから、あの、ちゃんと開示させられるべきなんですが、2700ページもある報告書のうち、200ページしか開示されていない。しかも、ほぼ黒塗り。こんな感じ。ほんとふざけてますよね。で、残りの2500ページに関しては、あの、一切開示していないと。で、理由は、なんか長々といろんなこと書いてるんですが、一言で端的にまとめると、半枠どもがうるせえから、俺たちは出さねえんだという、ま、ほんにふざけた理由で非開示になってるんです。 で、これ以外にも、まあ、先日ね、あの、6600億円相当のワクチンの廃棄決まりましたよね。でもあれ、6600億ゴミにしてるわけですから、誰か責任取れやって話じゃないけど、誰も取らない。で、幽霊病床によるあの、もうあれ、ぼったくりって僕は呼んでましたが、あれ、シンプルに詐欺ですよね。 検事告訴されるべき話ですよね。それもおがめなしで。あと数兆円、数十兆円、もよく分かりませんが、あの、とんでもない金額が何に使われたかよくわからんみたいなこと言ってますが、それもまあいいかってなってるっていう、ふざけた政府が次はもうね、止まることなく公衆衛生っていう名のもとに言論統制しましょうみたいなこと言ってるんですよね。で、さらに言うと、僕はあの、言論統制っていうところだけにポイント絞って、あのー、なんだっけ、パブリックコメントやってるからやりましょうって言いましたが、あの、問題点他にもあるんですよね。詳しいことはあの、林千春さん さんという方がね、X でめちゃくちゃ詳しく投稿されていますから、そちらをちょっとご覧くださいという風にしたいと思うんですが、あの、とりあえず皆さんよかったらパブリックコメントね、あの5月7日までですから、概要欄にリンク貼ってあるからねえ、皆さんも届けてみてください。はい。で、最後に一応、あの、何でしたっけ、えー、っと、再放送っていうことで、その、パブリックコメントをやろうとしたときに、ここ、 この意見募集要領の全部を確認しましたに、ね、チェック入らんぞというふうに思う人がいた場合は、いるときは、あのね、必ず両方チェックしてくださいね。意見募集要領提出先を含むの全部確認しましたっての、この PDF と Excel の両方ともですからね。Excel なんかこんなもんね、ネット入力に絶対いらないのに、なんでこんなもんね、ダウンロードせなかど僕か思ったんですが、まあ、とりあえず両方ともやらないと意見入力できませんからやってください。ね、あとなんか、あ アップルだったかなの製品使ってる人なんか文字化けかなんかでできませんみたいな感じになるらしいので入力するときの言葉には一応気をつけてください。言葉というか使う。 えっと、記号かな記号には気をつけてください。はい。なんと、PDF のね、3つの案と概要はありますが、そこまでめちゃくちゃ長いわけじゃないので、あの、よかったら全部読んでみてください。そうすると、まあ、その、検閲関連以外にもとんでもないこといろいろ書いてあるので、はい、いろいろ気づきもあるかなというふうに思います。はい。ということで、あの、よかったら皆さんパブリックコメント書いてくださいということで終わりたいと思います。え最後までご視聴ありがとうございました。え最後は今日この動画を作ってるさなかのジャガんの、えっ、ー、と、まあ、妨害行動ですね。はい。まあ、こんな感じ。 であのマウスは潰されるわこの辺にあった資料はもう読めなくなるわあと全く文字が打てなくなるわみたいな感じでね、まあ、平気な顔でこれやってくるんですがか、まあ、可いいから許しちゃうみたいなところがあるんですが、はいまあ、そんなどでかいじゃがくんでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。いたします